お化け屋敷には隠しゴールがあるらしいで、みんな知ってた？うちは知らんかった初見プレイやもん。また来ました、お邪魔します。隠されたゴール見つけちゃるで。ここのスイッチ、上のバネを落とすためだけってのは考えにくい。ちょっち引き返してみようか。スタート地点やで。ここでスイッチを踏むことで隠された扉が。あれ、出えへん。そんなバカな。スイッチやのうてバネやったんか。間違えちゃったてへペロ。そうい、なーにもあらへん。え、ここじゃないとなると、どこや。こういうの探すのうちほんま苦手やねんて。メガネかけながらメガネ探しこやで。そういや、スイッチ踏んだらはてなブロック出たな。これ上からはたけんの。あわ、思ってんとちゃう場所からなんか出た。ラッキー、絶対これやんか。まずは隠しゴール1個クリアやな。で、なんやなんや、なんでボスの BGM。 え、なに。あ、どうもこんばんは。まさか単なる隠しゴールやのうてボス戦があるとはな。でもお前あれやぞ、うちにはコメントに気がついとんのや。この青いブロック持ち上げられるって教えてもろてんねや。ボス戦って分かってすぐピンときたわ。これをこう持ち上げてな。部下に体当たりやわ。そう、うちかてできれば戦いたくないね。ほんで君らお化けやから人肌に植えとるやろ。触れ合うことで優しさを思い出してくれたらなって。わーい、やっつけた。結局な、力が解決することもあんねん。先に襲ってきたんテレサたちの方やし、こればっかりはしゃあないわな。出会い方が違ったらうちら仲良くなれてたんやないか。来世では友達になるな。さて、なんや、星の形のオブジェが出現しよった。これが他のステージと行き来が便利ってやつ。星のカービィ3のマップ選択みたいな場所や。すると真ん中の山にラスボスが潜んでんな。うち詳しいや。おや、これまた風変わりなコースやね。大きい状態で掘り進んでく感じか。楽しそうやん、やろやろ。なんやっけ、そういうゲームあったよね。ドリルで地下をずっと掘ってくやつ。ミスタードリラーやっけ。あれ難しそうやんな。パズルゲームとか得意な人ならお手の物なんやろか。そもそもなんで地下を目指してたん。そんな深い穴に入りたいほど恥ずかしいことあったんやろか。うちは授業中にうっかり眠ってもうて、結構大きな寝言でうにゅーって言ってしもた時は、まあ恥ずかしかったわ。学校で眠ってまうことはあっても、寝言はなかなかないんちゃう。あ、そや、授業中って言えば、前回香織は手で仰いで嗅ぐっちゅうコメントいただいたけど、理科の授業でアンモニア扱った時に、まさに同じこと言われて。せやけどそれ無視して直接嗅いだ生徒がな、悲鳴上げてぶっ倒れたんよ。あれマジで危ないねんな。クッパと戦う時に使えるんちゃう。最終決戦には鼻を洗濯バサミでつまんで臨もうや。うわ、なんかおる、変なのおる。何もんや、あの赤い生き物は。うち昔あれに似たかき氷製造機持っとった。近づくと火吐いてくるとかそんなタイプか。おお、ゴールや。こういうコースは楽しくてええな。赤いマーカーやったから隠しゴールがあるっぽいけど、今回はな、ええやろ。元のマップで隠しゴール探しつつストーリー進めよう。おニューのスニーカーが待っとるんや。てなことでお邪魔しました。また来るなー。うわ、三日月にやついとるやんけ。今気づいた、どこ見てんの。さて、お次は隠しゴールだけやって普通にゴールしとらんかったコースや。道中に鍵穴あったもんね。両方一個と勘違いしとった。で、なんか早い。え、あのブロック推進装置付き。ちょっとびっくりした。お前もかい。なんで手が塞がった方が早く泳ぐねん。これどういうこと。スイッチとか沈んどった時点で明らかに浮力ないやん。するとマリオハンがバタ足頑張ってる感じ。物持つとテンション上がるタイプ。アライグマやん。危ないから持たんとこ。制御しきれんくて2回も被弾してもうたわ。敵に触れただけでダメージ扱いになるマリオハンもろいわー。攻撃されたわけやないやん。なに？潔癖症？ほんならわかるわ。うちもプクプクそんな触りたないもん。でもクリボンとかカメとかはどうなるんやろ。あいつらそんなバッチリんかな。画面に映らへん体の奥側がめっそ汚れてるとか、石を放ってるとか。でも平気で持ち上げとるしな。謎や、個体数いっぱいおる時点で謎やのに。お客様の中にヒゲに詳しい方おりませんか。ほんでまたお化け屋敷や。コメント見る限りここにも隠しがあるそうやで。ちょっと見つけたる。
やっぱ肝はスイッチやと思うよ。スタート地点でポチミスった。テイク2。ポーレ見たことか。あっさり発見やで。あれゴールやないんか。あ、現金出てきよる。あれ、え、おしまい。扉入ったらスタート地点に戻された。絶対今の部屋や。なんかあるに決まっとる。とりあえずコインの謎を暴いてやるで。一旦コースから出んとコインたくさん出んみたいや。むしろ2回目に入った時になんかすんの。わからん。ただコイン出るだけなん。そないなことある？あれ逆に伸びた。終わった。コイン出る方向はランダムなん？あ、わかったで。これマリオハンの動きとリンクしてるな。うちがコントローラーのスティック倒した方にコインも伸びてくんや。謎が解けたで。ちゃうねん、隠しゴール探したいねん。あちこちで飛んでみたけどなんもないし。やっぱ窓ガラス割るんが正解ちゃう？もうずっとあがき続けてるで。早く自由になりたい？降参します。ダメや、見つからんかった。おとなしく先のステージ進めてこ。ドーナツの次はバニラドームやっけ。よっしゃ行くで。そろそろ難易度も油断ならないんちゃう？3面やろ？初めて一人でカラオケに行くくらいのハードルはあるできっと。まあ2度目からは平気になるし、気楽に被弾していこう。一人ファミレスも一人マリオパーティーも経験済み。うちに怖いものなんてあらへん。キノコの食あたりくらいや。あれはほんまにきついなったで。マリオはよく沼で食うな。え、今なんで甲羅帰ってきたんや。跳ね返るとこなかったはずやで。青い甲羅やと崖際で引き返してくるとかそういうのある感じ？それともこのくるくるブロックやからかいな。よう知らん仕様が襲ってきよるで。ところで一番下の道を進もう思てるんですが、謎に苦戦しました。ゲーム内時間で見ると50ほど減ってるな。みんなもさ、なんでこんなとこが突破できんねんみたいな経験ない？うちはモンハンのヤンクックがほんま苦手やったわ。いっちゃん基本的なボスやのにな。強いボスの方が得意って言うね。ほんでバックン伸びたけども、今度は赤い点々をなんとかせんと届かへんな。え、今までにあった？せや、こっから羽が出れば飛べるんちゃう？お花ー。後でスイッチ踏んでからまた来よう。うわ、火が来たへん。甲羅って想像より強かったようや。これ何気に重要な情報。跳ね返ってきた甲羅を火で止めようとして事故る可能性あったわ。ついなちゃんまた一つ賢くなったで。さあ無敵時間に突入や。光りながらあられちゃん走りする26歳くらいのヒゲのタックル食らうがいい。最後アップな。スター状態なら溶岩に触れただけならセーフなんかな。あ、ようやく中間やね。さっきんとこで詰まったせいか妙に長いコースに感じるで。洞窟ってのも気分的にそう感じたりするもんなんかな。おや、ここで新しい亀が出てきたわ。うりうり、はよ進まんかい。あおりついなちゃんやで。こいつはね、マリオメーカーで見たことあるよ。メーカーはほんまにちょろっとしか触れてないけん、知ってるって言えるレベルかは疑問やけど。あれ、亀で合ってる？たまにすっぽん混じってたりしない？すごいよね、重い甲羅背負ってんのに天井歩けんねんで。どうしてそう進化したんやろ。亀とかスッポンって肉食のやつも多いから、天井から獲物めがけて落下して仕留めるようにとか？それとも対配管抗生物兵器として品種改良されたんかな。だとしたらクッパ軍は、ヒゲのために相当な手間と年月かけてんねんな。うわ、ポリピア！あかん、接触してもうた。フラワー、フラワー取れんかったー。くそ、最後の最後にパリピにしてやられた。亀の進化に思いを馳せとったっちゅうんに。最後パリピで、しかも自分から突っ込んで被弾する。なんともしまらんクリアやな。お次は地底湖のコースか。環境汚染とかないっぽいし、多分この島の水は綺麗やで。クッパ追っ払った暁には、ここの水ペットボトルで売り出そうや。ビジネスの匂いがするで。あーでもマリオカートでヨッシーバレーとかヨッシーサーキットってあるけど、あれってこの辺りなんかな。だとしたら開発に伴いきちんと自然に配慮するよう釘を刺さんと、マリオハンのビジネスチャンスの邪魔はさせんで。どうやらこのゲームのアドバンス版やと、ピーチとマリオは恐竜島にバカンスに来たらしいな。でもその後にゴーカート場が作られたあたり、うちはやっぱ下見も兼ねてたんやと睨んどるで。おなんやブロックの当選もかいな。今一瞬左の水路にプクプク映ったの見逃さへんで。つまり道が続いとる。
どっかにスイッチがあっていけるようになるタイプやろ。とやこの分析力。いやー、ついなちゃん賢いとこ見せちゃったかな。ファンになってもええよ。そういや昔、声優になったばっかの友達が、Twitter で外のファンがうるさいってつぶやいててびっくりしたけど、エアコンの話だったようや。紛らわしいわ。オチがついたところでいろいろ落ちてきたー。え、なんで？何が彼らをそうさせんねん。あいたー。もしや水面に来た秀吉とメル三段やったんか。そっち回避したのにポテポテ歩いてた亀に当たるのがうちや。ほんならスイッチ踏むでー。これ取ったコインさ。時間が来たらポッケン中でブロックに戻ったりせえへんのかな。おっかない。おお、案の定や。鍵があるっちゅうことはここが隠しゴールやな。あ、待って待って、マリオハンが蒸気を一致たばた足しとる。物持って泳ぐとすぐテンション上がるんやから、この鍵持って敵に突っ込んだら倒せそうなもんやけどな。敵消えた。そういえば鍵穴からコース出るとビンゴゲームの星増えへんやん。ちょい損した気分。ほんで赤スイッチ発見や。うわ、ゲーミングコーラが暴れとる。これスイッチ押したらブロックなくなって襲ってくるで。残念やったな。安全第一で進ませてもらいます。見えとる罠には飛び込まんで。あ、滑った。なんやねん、もう押しちゃるわ。うわぁ、ゲーミングコーラは画面外。プルに来られへんやろ。今日はこのくらいにしといたるわ。赤スイッチ押すで。これでまた冒険が便利になるはずや。どっこいしょ。スイッチあると押さなあかんよな。前に電車乗ってたら、駅に着いたのに扉が開かんことに、身なりのいいおっちゃんが困惑して、必死に扉ノックしてたで。主に寒い地域やと、車内の暖気逃がさへんように開閉はボタン式や。みんなも気をつけるんやで。ほな、一旦区切ろか。バイビー。